こいつに見てる。いよいよ世界ヘビー級選手権争奪戦がこれから行われます。リング上はジャイアント馬場早くも登場。両選手並びにレフリーにこの放送のスポンサーであります日鉄サッシー、クリナップ流し台、大塚グループ、サントリーより花束が贈られます。この放送のスポンサー日鉄サッシー、クリナップ流し台、大塚グループ、サントリーより両選手に花束が贈られます。試合の前にこの試合のチャンピオンベルトを皆様にご紹介いたします。力道山ゆかりの黄金のチャンピオンベルト、場内に披露されているところであります。山田さん、はい、これで走破戦も4戦目ですね。そうですね、まあ、とにかく馬場選手が納得のいく限り戦って、その後でベルトをはめたいという気持ちを持ってるだけにですね、もう世界中の強豪と戦ってきてるわけですね。まあ、しかし今日のデストロイヤー戦、これは本当の意味での難関ですね。本日のメインイベント、世界ヘビー級チャンピオンベルト争奪戦、60分3本勝負、赤コーナー245パンド、ザ・デストロイヤー。こう力道山長男桃田義弘リングアナウンサーによりまして、両選手の紹介です。ジャイアントバーバー、レフリー城樋口。いよいよ決戦の火蓋が切って落とされます。しかし山田さん、ザ・デストロイヤーは足4の字という大変な武器を持っていますが、これがどう通じるものか、どうなんでしょうね。まあ、このシリーズのですね、第一戦の足立大会で、はい、実は馬場選手がちょっと油断したところでかけられましたね。はい、まあ、長い足というのはデストロイヤーにとってはいわゆる好目標であり、まあ、比較的かけやすいと。それだけにちょっと油断はできません、はっきり言ってですね。ただ問題は、今日のデストロイヤーが馬場選手の右足を狙ってくるか左足を狙ってくるか、はい、そこにも一つの大きな、ね、ポイントの分かれ目があると思います。長い足というのはむしろかけやすいという見方ができるわけですね。ええ、まあ、馬場選手はね、今日右膝にサポーターを巻いてるんですが、はい、これがどういうふうな意味を持ってるかですね。はいはい、もうこれぐらいのベテラン同士になりますと、心理的な駆け引きというものが勝敗の上に大きく響いてきますからね。まずフェアなブレーク、場内から拍手が沸き起こりました。新潟市体育館です。今日は朝からの雪、しんしんと
場内は決定が異なっていましょう。新潟市体育館、ジャイアント馬場ザ・デストロイヤーの決戦が火蓋を切って落とされました。身長で20センチ以上の差があります。ザ・デストロイヤー。ヘッドシサーズに返しました。体の差が本当に感じられませんね。それをねカバーするのはあのデストロイヤーの絶妙な動きですね。はいはい。巻き投げ一発、今度は馬場がヘッドシザーズに返しました。まあ、両者とも共に同じ攻防を見せましたね。はい、こういう試合でね精神的に優位に立つってことは大変にね大きなプラスですからね。馬場選手が先ほど見せてましたようなああいう自分の長身を利用した相手を威圧する動きですね。これはデストロイヤーにとってはかなり嫌なことですよ。ロープに飛ばす体当たり、デストロイヤーが飛びました。ヘッドロックから投げに行きました。ジャイアント馬場前哨戦、これまでのところ両者ともコンディションは上々ですね。非常にね動きはいいですね。はい、しかもあの技をかけるタイミングがですね、非常にスピードがあるので、これは相当な長丁場の試合になりそうな感じがしてきましたね。まあ、むしろ私の推理ではですね、馬場選手は対デストロイヤー戦に1本目相当短時間の勝負を挑むんじゃないかというようなことを考えてましたが、デストロイヤーがこれだけ動きがいいとちょっと難しいですね。長期戦の様相という見方ですね。ヘッドロックで締め上げます。ジャイアント馬場ロープに飛んだ、相手をちょっと見失いました。すかさずヘッドロックにかけました。ジャイアント馬場10月22日日大講堂がブルーのサンマルチの、そして10月30日の名古屋でテリーファンク、12月6日には米沢でアブドルダブッチャーと世界ヘビー級選手権争奪戦を行っております。ジャイアント馬場、2勝1分けとなっております。ブルーのサンマルチノとはまた決着をつけなければならないということでしょうね。はい、その点はね、はい、もう馬場選手本人がはっきり言っておりますね。ああいう形になってるんで、ただ一つの心残りである、どんなことがあっても決着つけたいと。ただ両方が大物すぎるんで、なかなかそのチャンスがですねそう簡単には巡ってこないということはあるんですが、まあこれは積極的でありしかも行動派の馬場選手のことですから、場合によっては自分の方からチャンスをつかみに向こうへ行くというようなことだと考えられますね。早くも足四の字固めの体勢に入りました。ザ・デストロイヤー5分経過、動きが早いですね。早いですね。今左足をね取ってからあの回るまでのタイミングというのはこれまでちょっと見せたことないようなスピードですね。というのはやはりね、あの馬場選手の空いてる方の片方の足がですね、攻撃に変わってくる恐れがあるんで、一瞬早く回ってしまうという計算でしょう。デストロイヤーにしてももしこの試合に
破れるようなことがあれば馬場のサイドにつくというようなことを宣言してますがね。はい、岡山の時にですね、はい、そういうようなことを言ったらしいんですが、これはちょっと偉い発言ですね。まあ私個人的に考えてみましてね、もし負けたら馬場サイドにつくという意味がですね、これどういう意味なのかちょっと判然としないんですが、場合によってはジャイアント馬場ザ・デストロイヤーというタッグマッチが、そのタッグのコンビがですね実現するかもしれませんね。まあどちらにしても今日の勝負いかんという、そういう興味もあるわけですね。はい、馬場がもし敗れればもちろん世界ヘビー級の力道山ゆかりのチャンピオンベルト、デストロイヤーが大きく伸びてくるわけですからね。はい、まあ、極端な話、この世界王座争奪戦シリーズというのはですね、馬場選手にとっては一種のハンディキャップレースですね。はい、もう誰か一人に負けたらベルトは渡すと、自分が取るのは何人かの強豪を破らなければという、はい、そこに大きな常にハンディキャップがあるわけです。まあ、そういう難関を自ら背負い込むところが、まあ、馬場選手のいいところということになりましょうね。デストロイヤーにしても元 WWA の世界ヘビー級チャンピオン、チャンピオンベルトへの執念というのは大きいでしょうしね。それがね、特に力道山のですね、はい、ゆかりのベルトということでですね、デストロイヤーとしても、もう本当に心の底から欲しいという、うん、まあもうこれは一種の執念でしょうね。まあ、勝算我にありということで、もしも自分が負けるようなことがあればといったような表現になったんだろうと思いますがね。そうでしょうね。しかし今日の戦いっぷり、これ自信にあふれてるようですね。はい、学生時代はアマチュアレスリング、そしてアメリカンフットボールで鳴らしました、インテリレスラーのザ・デストロイヤー。来日は10回を数えます。首筋に腕がかかりますか。チョークではないという判定のジョー樋口レフリー。締め上げます。ザ・デストロイヤー、リング中央であります。一瞬のタイミングを捉えます。素晴らしい動き、目覚ましいファイトを展開できます。華麗なレスラーザ・デストロイヤー。主勢に回らされましたジャイアント馬場。
長い足で踊ります。首が締められたかジャイアント馬場、チョークではないという判定。超樋口レフリーいいドロップ一発、またも顎から首筋のあたり、喉元に腕がかかります。太いたくましい腕、ザ・デストロイヤー締めつけます、ザ・デストロイヤー。フラチョークの判定。カウント3、必要に首に腕を巻きつけます、ザ・デストロイヤー。このままではいけませんね。ちょっとまずいですね。しかもあのデストロイヤーというのはですね、スイッチする作戦が非常にうまいですね。というのはあの左右の手がですね、両方とも同じぐらいの働きをするんです。ですからね、ヘッドロック、あるいはチンロック、スリーパーフォーですね、みんなあの両方から攻めてますね。ようやく逆転できるか、またも前から首に腕が巻きつけられました。腕を返すと自ら体を回転させてこれを離します。デストロイヤーでやります。力にあふれた、しかも粘っこいレスリングを展開しております。今日のザ・デストロイヤーでやります。締め上げます。反撃の糸口がつかめません、ジャイアント馬場。こういうふうな状態になってきたときですね、思い切って一旦離れるという戦法が必要ですね。デストロイヤーの十字架を背負わされました、ジャイアント馬場。ロープブレイク。立ち上がり切らないうちにデストロイヤーが襲いかかります。肩から当たりました。シャルダーブラック、ザ・デストロイヤー、またもスリーパーホールド。首を締め上げます。反則と紙一重、レフリーの目を巧みに盗みます、ザ・デストロイヤー。
to inside. Go! What do you do inside? What's it? What? Stop! 実に巧妙に効果的にジャイアント馬場の首を締め上げます。ザ・デストロイヤまさに長期戦の様相を呈してまいりました。今晩の世界ヘビー級選手権争奪戦、馬場がどこまで耐えるか。もうこれはデストロイヤー明らかにスタミナを根こそぎ奪ってしまおうという作戦ですね、はい、しかもそれが成功してますね。このスリーパーホールドであるか、ピンロックであるか、反則のチョークであるかという、はい、難しいですね。そうですね。カウントを取れというデストロイヤー。力がこもります。ザ・デストロイヤー顔面にパンチを見舞うジェスチャー、デストロイヤーであります。強烈に締め上げます。今やられてるネックロックですね、はい、あれもきついですよ。あれだけでおそらく普通の人ならもうギブアップしてるでしょうね。最上段投げに行きます。デストロイヤーならではの軽快な動き。足をがっちり首にめり込ませております。デストロイヤーロープを飛ばしたまま肩から当たる。デストロイヤーしてやったり避けておいて、さあどうだ、フライングネックブリーカー、カウント3馬場一瞬のタイミング鮮やかでした。18分29秒、誠に鮮やか、タイ固めでジャイアント馬場一勝を挙げました。起死回生でしたね。いやーちょっと信じられないような技が出ましたね、はい、まさかねあんなうまいタイミングで決まるのと、おそらくねデストロイヤーがもう完全に攻撃に移って油断してましたね。はい、日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は新潟市体育館より全国29局をネットしてカラー中継でお送りしております。まあしかしよく決まりましたね。全くね本当に油断してたんでしょうね、はい、勝ちに思ったという感じのデストロイヤー、はい、その隙をついたね
はり馬場選手のインサイドワークの良さというのは断然光ります ね、はい、こうなってきますと。まことに鮮やかでした。ジャイアント馬場の1本目であります。2本目が開始されます。ただ今度は馬場選手油断してほしくないですね。はい、はい、おー、キクすくい投げから32番ロケット砲、場外転落デストロイヤー。1本目のダメージがまだ回復しておりません。デストロイヤー、チャンス到来。戦局我に有利と見ましたか。ジャイアント馬場、ジャイアントチョップ、カウンター打ちから覆いかぶさる、カウント2。ここは慎重にいってもらいたいですね。はい、1本目先勝の後キック攻撃からタイミングを外します。デストロイヤー、タックルに行きます。激しいタックル、ボディに炸裂するデストロイヤーの強烈なタックル。フットボール仕込みの強烈なタックルですね。わざと角度を低くしてですね、はい、いうところがいい。キッチンシンクですね。効きましたね。これをやられちゃかなわないですね。そして足殺しに行きます。ヒップドロップ、膝に打ち当てました。足の動きを止めておいて足4の字、しかし下から突き上げるチョップ攻撃で辛くもジャイアント馬場、足4の字から逃れました。もう一度基礎工事からヒップドロップを自爆させましたジャイアント馬場。抱え上げるか、アトミックドロップ、デストロイヤー倒れ込む、覆いかぶさるジャイアント馬場、カウント2。もう一度か、アトミックドロップ、少し足を取った、足4の字か、デストロイヤーも懸命であります。ババも懸命、しかし足4の字がため、フィギュア4レッグロック、リング中央、ジェフリー・ジョー・ヒーチ、ジャイアントババギブアップ、足4の字がため、鮮やかに決まりました。素晴らしいタイミングでしたね。しかし、さっきの場合と同じなんですがね、はい、これも馬場選手が攻撃を仕掛けた時、やはり隙ができましたね、はい、アトミックドロップをちょっとタイミング外されて失敗した、その馬場選手のああいった左の足から攻めに入りましたね。3分43秒、足4の字がため、ついにギブアップ、1対1のザ・デストロイヤーが1勝を挙げました。1対1のイーブンであります。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は新潟市体育館より全国29局をネットしてカラー中継でお送りしております。
決勝の3本目でやりますが、サンダー杉山、インターバルの1分延長を要求しております。もちろんジョー樋口レフリー、これを認めません。鮮やかに決まりました。覆面の魔王ザ・デストロイヤー、足4の字固めによりまして試合をイーブンとしました。試合を延期します。インターバルの1分延期が認められたようであります。ようやくロープに腰を持たせかけまして、ジャイアント馬場、試合開始でやります。またも足にかかりました。またも足にかかります。ザ・デストロイヤー、場外へ出ました。デストロイヤー、リングに膝を打ち当てました。まだ立ち上がれません。ジャイアント馬場、足4の字で痛めつけた足を踏みつけます。ザ・デストロイヤーでやります。勝ちに終わります。デストロイヤー、ベルト目前、ザ・デストロイヤー胸板をキックしました。またも足を取られました。完全にデストロイヤーペースですね。もう調子に乗せてしまいましたね、はい、もう今のところ馬場選手がその立ち上がるのさえやっとですからね、もうなすがままというような感じ、はい、もうこの場合は思い切ってロープに逃げる作戦しかないですね。そうですね、ここでね、もっと左足に大きなダメージを負ってしまうと、はい、ちょっと勝ち目はなくなってしまいますね、またも足4の字、かろうじて防げるか。ロープブレイクを要求する日本側、サンダー杉山、大熊元司、足4の字の体勢に入るか。ザ・デストロイヤー懸命に防ぐ、ジャイアント馬場。デストロイヤーのあの最後のフォローである左足がかかってないんですね、はい、あそこを懸命に頑張ってますね、馬場選手が。懸命に頑張るジャイアント馬場、ロープに逃れます。ロープブレイクか。
レフリー城樋口。ようやくロープブレーク。しかし依然として足4の字の恐怖は去りません。ババが立ち上がれるか。左足を使います。ジャイアンチャップ一発。ようやく立った。ジャイアント馬場、しかし足を取ります。デストロイヤー、右足で蹴返しました。ジャイアント馬場場外へ倒れ込んだ。ザ・デストロイヤー。お客様に申し上げます。お立ちにならないようにお願いいたします。お席にお付けください。エプロンに倒れたのデストロイヤー。ようやく場内でやります。ヤシの実割り、しかし足が回復しておりません。ジャイアント馬場必死に放つヤシの実割り一発。足をかばいます。デストロイヤー襲いかかる。キック一発。肘打ちからもう一度ヤシの実割り。こうなると根性比べですね。もうお互いにね、はい、かなりひどいダメージを負ってますんでね、もう本当に根性比べ、はい、どちらが最後まで頑張り抜くか、勝敗のポイントはそこに絞られてきましたね。そうですね。しかしそれにしても馬場選手ここでね、あのヤシの実立派ですね、はい、よく放ちます。しかしパンチ一発。ザ・デストロイヤー反撃に転じます。ボディースラム、まだまだ余力を残します。覆面の魔王ザ・デストロイヤー、ロープ中断、ロープ中断。馬場がいち早く起きた。放り捨てるようなボディースラム。カウント2。馬場のハイアングルボディースラムからニードロップ一発はザ・デストロイヤー辛くも避けました。まさに精神力根性比べとなりました。60分3本勝負世界ヘビー級争奪戦。ニードロップをマットに打ち当てましたザ・デストロイヤー。このダメージも大きいようであります。膝へのキック、逆エビです。逆肩エビ。さあどうだ。渾身の力を込める。傷ついた足をかばいながらも渾身の力を込めるジャイアント馬場。デストロイヤーが頑張る。ついにデストロイヤーを捉えるか。逆肩エビがため。懸命に頑張る。しかしデストロイヤーも頑張りました。逆肩エビ十中八九決まったかに見えました。いや恐ろしい頑張りですね。そうですね。まさに闘志が火花を散らします。今晩の新潟市体育館。
四の字固め。すかさず平手打ちを見舞いました。右手を飛ばします。ババ足への攻撃、巴投げから抑え込みに行く。しかしカウント2。満員の場内、馬場のチョップ攻撃、カウント2。デストロイヤーも誠にタフであります。ヘッドロックからロープに飛んだ体当たり、胴体で落ちました。10分経過。10 minutes first. 両者ともに主力を尽くし合います。リング上、一瞬早くチョップを繰り出しましたが、デストロイヤーが馬場が覆いかぶさる。ロープにもつれ込んだ、覆いかぶさる、場外へ転落しました。両者同体で場外転落、両者同体で場外へ転落。エプロンにかろうじてかかりました。ジャイアント馬場場内へ戻りました。デストロイヤーも立ち上がるか。カウント10で場内であります。足4の字に行く前哨戦、ヒップドロップを見舞おうとしましたが、ジャイアント馬場デストロイヤーを場外へ蹴落としました。場外カウント20、ついにデストロイヤーは立ち上がれませんでした。五色のテープが舞い上がります。舞い込みます。新潟市体育館の特設リング。ついにリングアウト、カウント20。ジャイアント馬場選手の勝利が告げられました。よくやりました。世界ヘビー級選手権争奪戦。主力を尽くし試合しました。陵侑。最後はついに場外カウントアウト、デストロイヤー場内へ戻れませんでした。よくやったデストロイヤー、助け起こしますジャイアント馬場。お先にお付きください。いやもう本当に根性以外の何者でもないですね。そうですね、もう技とかね、そういうものを超越してましたね。素晴らしい一戦を展開しました。ジャイアント馬場ザ・デストロイヤーであります。もう疲れ切ったという感じの両者であります。よくやったという両雄の握手が交わされ、ジャイアント馬場の手が高々とデストロイヤーによって挙げられました。再び握手が交わされております。またもジャイアント馬場は力道山ゆかりの世界ヘビー級選手権チャンピオンベルトを預かったわけであります。さすがのデストロイヤーも
だいぶ前行ったようです ねもうあの最後のキックでですね、はい、相当あの高い位置に舞い上がって、落ち方がちょっと悪かったですね、はい、というのはやはりスタミナをなくしてますから、はい、ディフェンスの面で非常に不安だったわけですね、はい、まあ、しかし頑張り抜いたジャイアント馬場選手、ヤシの実割りを見せたあたりの根性は見上げたもんでしたね。まあ本当によくあれだけね足が上がったと思いますね、はいはい、馬場選手が放送席の方に見えました。話を聞いてみます。大変な一戦でしたね。そうですね、今までにねやったデストの中で一番今日はもうなんか強いなという感じがしましたね。あ、本当にタフですね、はい、最初はあの首を絞められて集中攻撃、ほとんどリーダーシップはデストロイヤーが取ってたんですが、見事にかかりましたね。1本目は覚えてますか？あのね、なんちゅうかもうやっぱこういうのがね、いわゆる臨機応変ということなんですよね、はいはいはい、だから、まあ、今日は本当に、計画をしていないもので1本目勝ちましたね。とっさに出ました。もう苦しさのあまりですね、まあだからこういうものがやっぱりまだ出たということはね、調子がいいということです。私にね、そうですよね。まあ本当に今日のデストロイヤーはね、今までやった中で一番強いという気がしましたね。足4の字といいね、その後のヤシの実割りといい、本当に手に汗握る一戦でしたね、安藤さん。もう両者がね本当に秘術を尽くしたという、まあよくね、あの最後のヤシの実割りあれができたと思ってね、感心してるんですよ、ね、やっぱこれもね、もう痛いのもね忘れてやるんですよ。やらなきゃならんと思ってやるんですがね、やっぱりもう2発目が続きませんね。出てもやっぱ私の足の方が痛いですからね、効き目がないですよ、はい、まあ、これでですね、デストロイヤーを打ち破ったわけなんですが、デストロイヤーが何ですか、馬場選手のサイドにつくというようなことを宣言してますがね、これはどういう意味なんでしょう。インタビューにそんなこと言ってましたですよね、はい、いわゆる負けたら俺のなんていうか、もはや争わぬ最後の決勝をやろうというふうに私は聞いてましたがね、はい、ですから彼がなんていうか全日本プロレス入り選手ということに僕はしようと思います。それほど、まあ、今日の試合の、ね、内容を見てましたらね、やっぱりその自分も決心してやってましたよね、はい、その反則もやりませんしね、だから私は、ね、今までに一番なんていうか試合らしい試合をしたという気は自分でしますが ね、 なるほどね。ですからデストロイヤーもそれだけの覚悟をしてですね、もはや十何年ですからね、まあ彼がそういう気持ちでですね、なってくれたなら、こんなもう100万の味方も等しいですかね、はい、まあ、リングに、まあ、命をかけるといいますかね、男の友情、そういったものが感じられた、やはりね、最後の握手でしたね、はい、あれだけの激闘をやってですね、潔く軍門に下ったということになればですね、これはもう馬場選手の傘下に入ると、あるいはもう友人としてやると、これは大変なことですね、ビッグニュースですね。どうも本当におめでとうございました。ありがとうございました。ジャイアント馬場選手にお話を伺いました。かねてから日本テレビで募集しておりましたファンの皆様への顕彰、新潟市体育館で行われる世界ヘビー級選手権争奪戦の勝者は誰か、答えはジャイアント馬場選手と決定したわけでございます。抽選によりまして来週その発表を行います。それでは今日はこの辺で新潟市体育館からお別れいたします。山田さん、どうもありがとうございました。どうも。Thank you.